どうも、キスケです。ということで本日は最強キャラランキングトップ10やっていこうかなと思います。新しく、悟空がスーパーサイヤ人の孫悟空が追加されたことによって、環境がどう変わったのかっていうのを注目しながら、見ていただければなと思います。で、今回の PVP っていうか、今回のランキングは PVP で使えるか使えないか、採用したパーティーは強いのか強くないのかっていうところを踏まえて、ちょっとつけてきたんで、その辺ご了承ください。それでは早速第10位から見ていきましょう。こちら、はい、第10位ギニューになります。まだまだ強いと思います。なんなら新しい悟空が追加されたことで、そのエピソードでパーティー組んでも結構戦えるという形になるんですよね。フリーザ編でね、ガチッと組んであげれば結構強いと思います。で、リーダー枠を悟空フリーザとかにするみたいなね、はい、そういう戦い方をすれば、しっかり復活できるし、で、復活後のコンボもめちゃくちゃ強いし、で、イエローが少ないということなんで、活躍できるんじゃないかなっていう感じはしますかね。で、やっぱね、バニシング使った後の特殊アーツドローとか、ブラインドの必殺アーツとか、そのアーツがね、かなりうざい性能してるんで、相手にするとちょっと嫌だなっていう、そういうキャラクターなんじゃないかなって思います。で、復活後のコンボとかもね、特殊カバチェンがいなければもう無限に続くんじゃないかというぐらい火力も取れるし、悪くないキャラクターだと思います。ということで第10位ギニューでした。お次は第9位見ていきましょう。こちら、はい、第9位覚醒ホープソードトランクスになります。やっぱね、強いね。ただ前回よりはちょっとランキングが下がったかなっていう印象です。理由はわざわざこいつを採用せずとも、もっと優秀なブルー属性が登場したからっていうのが、一番の理由なんですけど、こいつを使う理由ってさ、ウルトラベジットブルーを受けるために使うじゃないですか。それはもう悟空でいけるんすよね。初手だけやけどね。っていうのがあって、採用率が結構下がってきたのかなっていう、印象があるんですが、まだまだトップ10に入るレベルで強いとは思います。やっぱ環境が強くさしてるっていう感じかな。だからこれがもし例えばもうベジットブルー全然環境で見ないと、でそういう環境になっちゃうと、このホープソードトランクスもそれに比例して少なくなっていくし、自分の強みを使えないのかなっていう感じはするんで、9位ぐらいが無難な点なんじゃないかなって思います。ただちょっとギニューと順番は迷ったけどね。ギニューと順番は迷ったけど、やっぱパーティー的に考えてもベジブルとも組み合わせれるし、極フリーと組み合わせてる人もいると思うし、悪くないんで、9位にしようかなっていう形になります。ということで第9位覚醒ホープソードトランクスでした。お次は第8位見ていきましょう。こちら、はい、ウルトラロゼが第8位にランクインとなります。いや、個人的にはね、ちょっと評価が上がった、キャラクターの一人かな。結構使ってる人多いよね、今ロゼ。やっぱ強い理由があるんですよね。いくら紫が多くてもそれとセットでブルーも多いんで、そういうそのベジブル対策に採用したブルーに対して最強のグリーン属性なんで、かなりねダメージ取れる。で、パープルに対しても、メインアビリティ発動できれば、フリ属性向こう発動するし、救急ガーズも2回打てるし、で、やっぱ麻痺はまだまだ強いということなんで、悪くないかなっていう感じかな。今でもダメージ通用するし、火力も通用するし、耐久に関しては別にブルーの攻撃を受ける分には問題ないと思うし、で、ベジブルと組み合わせれるっていうのも強いかなっていう。だからウルトラベジットブルーとセットでロゼを出してあげれば、ブルーに対しても牽制できるし、なかなかいいポジションを与えられてるんじゃないかなっていう感じはするかな。はい、ただロゼはね、もっと強いグリーン属性が出てきちゃうと、途端に危なくなるのかなっていう感じはするんですが、でも未来でグリーンベジブルと組み合わせるとしたらね、っていうのを考えると、まだ大丈夫かなとは
思います。ということで第8位ウルトラロゼでした。お次は第7位見ていきましょう。こちら第7位ウルトラヒットになります。やっぱ時飛ばしっすよやっぱ時飛ばしよ。ただ結構順位は下げたかな。まあ理由の一つとしてはわざわざヒットを使う必要がないっていうのが一番大きな理由っすね。確かね前回5位とかなんかそれぐらいに入っとったと思うんですよ。なんか上半分には入ってたかなっていう印象があるんですけど、わざわざ使う必要はないんだよな正直。でブルーも増えたしね、孫悟空とかやっぱそういうキャラクターに対しては、まあ、あんまり火力は出せない。いくらブルー属性に対して4ダメージアップ持っててもまあ無理なんすよ。ただまあ時飛ばしがあるからトップ10には入ってるっていう印象かな。時飛ばしなかったら圏外ですよさすがに。ただまあ最強の技があるんで1人1体確実に持っていけるんちゃうかっていう恐怖心を与えれるだけで、まあ使う理由はあるのかなっていう、うん、感じはするかな。ただヒット使うんやったらベジブルでいいんじゃないかなっていうのが正直な感想なんで、ちょっと難しいよねヒットの立ち位置っていうのが。うん、でもトップ10には入るなっていう。やっぱ便利な特殊カバチェンも持ってるし、時飛ばしもあるし、でまあブルーに対してもまあぼちぼち殴っていけると。で宇宙代表パーティーとして極振りとの相性もいいし、まあ、リーダー枠にヒット置いてその他をなんかね適当な悪の系譜とか、そっち系のパーティーで固めてあげても使えるし、まだまだ現役かなとは思います。ただまあ何回も言うようやけど、ヒット使うんやったらベジブル使うんじゃねえかなっていうのが、まあ、素直な感想なんで、みんなそう思ってるんじゃないかなっていう、うん、だからまあ7位ぐらいにしておきます。ということで、ウルトラヒットが第7位にランクインとなります。ではお次第6位見ていきましょう。こちら第6位人造人間17号になります。いやーすごいよね。うん、今回紹介するトップ10の中で一番古いかな。その前回覚醒を除いて一番古いけどやっぱ安定して強いキャラクターだと思います。いやーあのね、何が強いんってね、そのできることがやっぱ多いんすよね。場に出て射撃アーツドローもあるし、ユニゲマックスでバニシング2回使えるし、でメインアビリティで特殊カバチェン無効もあるし、でユニゲマックスやったら特殊アーツでも特殊カバチェンあんのかな、無効もあるし、で射撃カバチェンも持ってるし、でドロソクアップも射撃アーツについてるよね。射撃アーツ使えばドロソクアップで、それでコンボ力もあるし、で究極アーツの火力もまあそこそこあるしっていうので、うん、ずっと活躍するね。で踏ん張りで条件無効の踏ん張りもついてるじゃないですか。ベジットブルーとかゴジータブルーのライジングラッシュをしっかり透かしてくれるその踏ん張りも持ってるし、いや強いね。で合体戦士キラーなんてもう一生腐ることないんじゃない。やっぱりどっかのアニバーサリーとか、まあフェスティバルで合体戦士はほとんど出てくるんで、まあ、そういうキャラクターに対して特攻が入ってるっていうのはもうずっと使ってくださいねみたいな、すごい長生きしてるキャラクターかなって思います。本当にね、なんか17号を紹介するときに毎回言ってると思うんやけど、あの一昔前の石腕ご飯みたいな、うん、そんな感じ。もうずっと使えるなっていう、いつまで環境怨念って思うんやけど、やっぱ強いで火力も普通に出るし、まあ悪くないなっていう感じはしますね。で人造人間パーティー今めちゃくちゃ強くないすごい強いんですよね。っていうのも相まってパーティーとしても強いし、サポート性能も強いし、まあ、単体性能として見ても強いし、まあ、言うことなしのなんか縁の下の力持ちキャラクターっていう感じかな僕の中では。はい、ということで第6位人造人間17号でした。お次は第5位見ていきましょう。こちらはい第5位に自爆セルがランクインとなります。いや強いっすねセル、マジで火力が高いなっていう印象で、ちょっとミスって倒しちゃうと、とんでも威力の自爆が発動するっていう、こいつの自爆の火力やばいよねマジで。
でいろいろ封印してくるし、相手のバトルメンバーがまあラスワンとかじゃなければこの自爆プラスメインアビリティ封印とかさ、交代禁止とかさ、手札破棄とかさ、めちゃくちゃ副産物がつくじゃないですか。それがね超強いで、範囲特殊もあるし、うん、やばいね。だちょっと考えて使えば、あ、今メインアビリティ使ったらユニークゲージマックスになるから、バニシング回復プラス、特殊カバチェン無効で殴っていけるなってなるじゃないですか。で特殊アーツも一緒で、そのユニークゲージがマックスになるの結構遅めのキャラクターではあるし、場に出てないとたまらないっていうちょっとデメリットもあるんですけど、まあ自発的に貯めることもできるんで、あまりねそこで苦労することはないかなっていう印象ですかね。いやとにかく自爆が強い、うん、で性能自体も強いし、本当に言うことなしのなんかアタッカーかなっていう、うん、感じがしますね。はい。ただまあ PVP に黄色がもっと出てくるとちょっと危うい、うん、それだけはちょっと言えるね。イエローが強いとさすがにセルの自爆もさ、まあ等倍もしくは抜群で入ればとんでもないけど、フリ属性に入るとまあ大したことはないんでね。やっぱり今だとガンマぐらいしか PVP にイエロー属性いないんですけど、もっともっとイエローが出てくると順位も下がってくるのかなっていう感じですね。はい。だからまあ息はちょっと短そうではあるっていう感じです。ではお次第4位見ていきましょう。こちら、はい、ガンマ1号2号が第4位となります。いやずっとっていうか、まあ最近出たキャラクターではあるんですけど、もう強いね、すごく強い。特殊カバチェン無効のチェンジアビリティで、フリ属性無効のチェンジアビリティで、射撃アーツの火力で、ドラゴンボール破棄する必殺アーツ、マジで強いで、アーツ使うたんびにバニシング回復もあるし、でなんか試合終盤になったらコアブレイカーが飛んでくるしみたいな、本当にね隙のないめちゃくちゃ優秀なキャラクターかなって思います。こう見ると、4位5位6位全部人造人間なんですよね。そりゃ人造人間パーティー強えわっていう感じやけど、すごい安定感があるで、アーマーでちょっと突っ込もうもんなら射撃発アーマー特攻入ってるんでね、すげえ火力が出るし、マジで強いなって思いますね。で特殊圧で必殺圧も呼んでくるし、本当に隙のない体力回復もあるしで交代禁止もあるよね。まあ後発的なあれですけど、ダメージを受けて相手のコンボが終わると交代禁止みたいな感じやけど、それでもやっぱ強いなって感じます。本当にイエロー属性で今 PVP 戦えてんのはガンマ1号ぐらいじゃないですか。魔人ブーとかもね、ウルトラ魔人ブーとかも、まあ、今回ランクインはしてないけど、再生パーティーとかちょっとパーティーが弱いなっていう印象があるんで、その分ガンマは全員が高水準というか、それで戦っていけるからパーティーとしても強いし、単体性能としても強いっていう、うん、やばいパーティーだと、やばいキャラクターだと思います。いやほんまにね強いよなんか一時ね、ウルトラベジットブルーが来て、あ、もうガンマ終わりかいみたいな、そういう流れになったけど、全く逆です。うん、全く逆。なんか悟空フリーザとかもにもクソ刺さるし、ギニューとかにも刺さるし、別に新キャラクターの悟空に対しても等倍でダメージ入るんで、マジで強いなっていう感じです。いやもうちょい突っといてもよかったかなって思えるキャラクターナンバーワンかなっていう、うん、そんなキャラクターですね。かなり評価が高いです僕の中では。ということで、第4位ガンマ1号2号でした。ではお次からトップ3の発表になります。第3位見ていきましょう。こちらです。はい、ウルトラベジットブルーが第3位になります。いやー悩んだけどな、すごい悩んだんすよ。1位はもう決まっとったんすよね。1位は決まっとったんやけど、今回はベジブルが第3位と、うん、なります。まあ理由は一つ、ブルーがめちゃくちゃ多い今の PVP に、もうそれが全てかな。うん、やっぱね止まんのよブルーだと。うん、いくら強くても
で、今の PVP で当たるブルー属性ってさ、結構防御寄りのキャラクター多くない？だホープソード、ザマス、で、復活フリーザー、で、人造人間17号、で、新しく追加されたスーパーサイヤ人の孫悟空。今名前挙げただけでも5体いるんすよ。で、極振りのフリーザー。まあ、あいつはちょっと特殊やけど、あいつもブルーっすよね。っていうのを入れると、6体いるんすよね。行さん当たるブルー属性が。っていうのを考えると、ちょっと厳しいよな。いくら先手取れると言っても。だから今の PVP だと、本当に、相手が、ちゃんとバニシング奪って、ベジットブルーでコンボ取りました。こっちは、新しい悟空を出します。つったらすぐ引くもんね。やっぱもうダメージ通らんから。っていうのを考えるとね、やっぱ、ちょっと環境的になんかがっちりメタられすぎてるかなっていう印象があるんで、まあ、第3位に置いたっていう形になります。さすがにメタられすぎほんまにベジブルがメタられすぎてロゼの評価が上がるっていうとんでもない環境なんで、ただ3位なんでね、今回発表するトップ10のキャラクターってもう全員もうほんまに最強クラスのキャラクターなんで、別に順位が落ちたから、ああ、もう使えへんのかっていうことではなくて、まだまだ強い。まだまだ強いと思います。で、新キャラクターがブルーやったから、次もまたブルーっていうことはないと思うんですよ。だから、まだまだ、使えんのかなっていう、次のフェスティバルぐらいまでには、なんか落ち着くかなとは思うんやけど、やっぱ、バニシング奪うのも強いし、コンボも強いし、特殊カバチェン無効も強いし、特殊アーツのカウンターも強いし、ライジングラッシュも強いし、敵倒したらバニシング回復するのも強いし、何でもやりすぎっていう、必殺アーツ封印とか、ライジングラッシュ封印とかもあるし、かなりね、環境を潰してきたキャラクターかなっていう感じですね。だ今回みたいな、悟空みたいなさ、めちゃくちゃ強いブルーが来ても、やっぱベジブル強いやん。っていうのを考えると、凄まじいなって思うんだよな。はい。ということで、まあ、順位は落ちてしまったんですけど、前回確か1位やったかな。落ちてしまったんですけど、まあ、第3位がベジットブルーとなります。つまり、第2位は、あのキャラクターです。こちら。はい。新キャラクター、スーパーサイヤ人孫悟空が、2位にランクインとなります。まあ、若干悩んだのが、ベジブルと悩んだんですよね。3位でもいいかなっていう。いや、でも、今の PVP 見てみると、やっぱ悟空超強いよね。緑がいないやん。まず。当たってロゼ。時点でマゼンタ。その2体ぐらいしかいなくない？グリーン属性って。っていうのを考えると、まあ、本当に5試合に1試合とかしかグリーンと当たらないんですよね。っていうのを考えると、やっぱブルーでここまで火力があって、コンボ力もあって、特殊カバチェン無効もあって、なんなら交代禁止の究極アーツが使える孫悟空が弱いはずないんだよな。すげえ強いよ。で、なんかね、打撃射撃使うたんびにバニシング回復もあるし、まあそこをちょっとね、ユニークゲージ貯めるあれと相性悪いかなっていう印象はあるけど、こんなもん関係なく、バンバン回復するよね。で、相手の攻撃も1回だけやけど、体力回復と気力減少でがっちり受けれるし、で、これに、この能力に関しても、味方一体落とされてれば、また発動できるんですよね。それも強いなって思うんですよ。いや、やばいよ。やばい。とにかく、ユニークゲージマックス値の特殊アーツがうざい。これに尽きるね。で、火力も高いし。で、ちょっと油断したら、交代禁止究極飛んできて、おじゃんみたいなことにもなるし。で、全開アビリティ乗せやすいのもいいよね。乗せやすいっていうか、全開アビリティいっぱいいるじゃないですか。バカ野郎とか、バーダックとか、であとパンちゃんとかね、すごいいっぱいいるんで、なんかパーティーに無理なく採用できるっていうのも強いし、やっぱタグも優秀っすよね。サイヤ人、スーパーサイヤ人、この辺腐らないと思うんで、孫一族とか。だからかなり強いかなっていう感じはしますかね。で、なんなら次のイベント、ドラゴンボール編も始まってますけど、新キャラクター発表あるじゃないですか。で、もし、その、チビ悟空とかやったらさ、また孫一族で組みやすくなるじゃないですか。まだまだ評価が上がる。
なんかそんなキャラクターなんじゃないかなって思うんだよな。ただ、土着素強いグリーン属性来ると途端に厳しくなるっていうキャラクターかなって思います。そのベジブルより息が短そうっていうのは素直に思いますね。はい。今はグリーンが少ないから、なんとか無双してるっていう感じなんですけど、そこがちょっと、まあ、不安材料かなっていう印象です。もうそれ以外はもう最強ですということで第2位スーパーサイジン孫悟空でした。それでは第1位見ていきましょう。こちら、はい、悟空フリーザが第1位ですよ。もうこれはもう異論ないと思います。うん、ベジブル1位に置く人は今の PVP 見ていないんじゃないかなってさすがに思うんで、もう1位は悟空フリーザ、これはもうすんなり決まりましたね。強すぎ。うん、でこの強さが情報修正っていうのもなんかねなんか思うところはあるけど、俺の中では。ただまあやっぱ強いわ。二色で戦えるっていうのも強いし、どっちも強いっていうのがいいんだよな。悟空もフリーザも両方強いでしょ、別のベクトルで。でバニシング回復もあるし、ライジングラッシュ打てへんし、でなんか控えにいても踏ん張り向こうどっか行くし本当にやりてえ方だね、やってるなっていう、感じがしますかね。で悟空フリーザに関しては強い緑が来ようがいけるんすよね、パープルやし。ただ逆にめちゃくちゃ強いイエロー属性が来るとちょっと危なくなってくるかなっていう感じはするけど、いやまだまだ優秀っすね、マジで。弱いところがほんまにない、ゼロ、マジで。手札封印もクソうざいし、控えにいても踏ん張り向こうを発動するし、でライジングラッシュも牽制できるし、覚醒アビリティも乗せやすいし、ドロソクアップも待機カウント付与もバニシング回復もアーマーも持ってますから、もうできないことないっすね、このキャラクターは。本当にかなり長いことを1位に君臨するんじゃないかなとは思います。はい、ということでいかがだったでしょうか、最強キャラランキングトップ10。まあ悟空が登場したことによってベジットブルーが下がったりとか、まあ、人造人間たちの評価がちょろっと上がったりとか、まあそういう環境になってきたかなって思います。まあどんどん、今回のランキングに対して意見をコメント欄で残していただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。